フェリックス・ユスポフ、フェリックス・フェリックソビッチ・ユスポフ公、1887年3月23日から1967年9月27日は、ロシア帝国の貴族、ロマノフ朝に仕えたグリゴリーラス・プーチンを殺害したことで知られる。1887年に、サンクトペテルブルクのモイカ宮殿で生まれる。聖火のは、 モンゴル帝国の女子ウルス重心ン,ンギド部に出自する14世紀、パタールのセディゲ公営ユスプ、ヨセフのアラビア語系ユーフに由来を過疎とするロシア屈指の名門。サンクトペテルブルクに4つの宮殿、モスクワに3つの宮殿、クルスクボロネジポルタバカスピ海に合わせて37の、鉱山、工場、油田を所有しおり、ロマノフ家よりも金持ちだったと言われている。 ユスポフは女装の趣味があったとされ、事前によると12歳の時にはすでに母自前だユスポバの衣服を着て女装し、女性ジプシー歌手グループと交流していたという。フェリックスには、兄ニコライがいたが、1908年6月22日に、浮気相手の夫との決闘で死去したためユスポフ家を、継ぐことになった。 翌1909年から1913年にかけて、オックスフォード大学に留学して、美術を学び、同時に同大学内にを設立した。留学中は14番街地のアパートに住み、料理人、運転手、防衛、家政婦を雇い頻繁にパーティーを開いていた。アパートではサンバの混合インコと、パンチと名付けられたブルドッグを飼っていた。また、美術賞や後に、 イギリス秘密情報部校作員となると交流し、ハムステッドに住んでいたバレリーナのアンナ・パブロワとも数回会っている。1914年2月22日に、ニコライ2世の名イリナ・アレクサンドロブナと結婚し、新婚旅行として、カイロ・イルサレム・ロンドンを巡った。第一次世界大戦が勃発した時は、ベルリンに滞在していたため交流され、イリナはドイツ交代指揮。 セツイリエフォンメクレンブルクイコール、シュベリーンと会談して、出国の許可を得ようとした。しかし、ビルヘルム二世は、自身の私有地での滞在を許可したが、ドイツからの出国は認めなかった。これに対して、ユスポフの父フェリックスは、ドイツ大使に抗議し、息子夫妻の出国を認めさせた。ユスポフ夫妻は、デンマークフィンランド大公国を経由して、ロシアに帰国した。 大戦中は、モイカ宮殿を病院として開放し、東部戦線で負傷した兵士を受け入れた。ユスポフはその見返りとして、前線勤務を免れていたが、イリナのいとこオリガ王女からはそうした姿勢を軽蔑され、彼女は1915年3月5日に、父ニコライ2世に宛てた手紙で、フェリックスは、茶色の服を着て部屋中を歩き回り、本を読み漁るだけで何もせず、 遊び回るだけの不快な男と批判している。3月21日には一人娘のイリナ・ユスポバが生まれた。1916年2月から管理養成機関の軍事アカデミーで学び、8月からは連隊に所属した。ユスポフは自伝の中でグリゴリーラ・ラスプーチンを暗殺するために彼の信頼を得ようと計画し、病気の治癒を理由に、 ラスプーチンに近づき信頼関係を築いたという。その間、ユスポフは弁護士のと接触し、助言を得て、連帯将校で友人のセルゲーミハイロビチスホーチン、大尉を同士に引き入れた。また、親友で愛人であったと言われる、ドミトリー大公も危機として暗殺計画に参加したという。12月30日、ユスポフは、ドミトリー、スホーチン、 スタニスラフでラゾベルトと共にも、イカ宮殿で、ラスプーチンを暗殺した。暗殺場所には防音設備が施された、地下室が選ばれた。ラスプーチンは、心臓を、肺を銃で撃たれた後、逃げたユスポフを追って、中庭に向い、そこでプリシケビチに腎臓を撃たれるが、それでも死ななかったためユスポフに激しく殴打された。雪の上に倒れ込んだラスプーチンは額を撃たれて、ようやく死亡したが、 ひ体を撃った人物が誰なのかは特定されていない。遺体はからネバ川に投げ捨てられた。事件の報告を受けたアレクサンドラ皇后は直ちに捜査を命じ、警察はもういか宮殿前で結婚を発見した。ユスポフは飼い犬がドミトリーに撃たれたと弁明したが、アレクサンドラはユスポフとドミトリーをに軟禁した。二人は弁明のために手紙を書こうとしたが、アレクサンドラは 手紙の受け取りを拒否した。アレクサンドラは直ちに二人を処刑しようとしたが、最終的に思いとどまり、ニコライ二世の命令でユスポフは、治療、ベルゴロドに、ドミトリーは、前線勤務の形で、イランに追放された。1917年の2月革命により、ニコライ二世が退位し、ロマノフ朝は崩壊した。革命後、ユスポフは、もうカ宮殿に戻り、 宝石や絵画を持ち出し、妻イリナたちが遊兵されているクリミアに向かい、家族と共にイギリス軍艦マールバラに乗り込み、ロシアから脱出した。上官中、ユスポフは乗員たちにラスプーチンを暗殺したことを自慢していたという。マルタに到着したユスポフ一家はイタリアに向かい、そこから列車でパリに向かい、イギリスに亡命した。 イタリアではビザがないことを理由に出国を拒否されたが、6日宮殿から持ち出した宝石と引き換えに出国を認めさせた。1920年にロンドンからパリに戻り、以降はパリで暮らした。パリでは以前と同様の豪華な生活を送ると同時に、亡命ロシア人に資金ケを行ったため慕われていたが、そのためにユスポフ家の財産を使い果たし、生活は困窮した。 ユスポフは事業を起こしたが、詳細のなさに加え世界恐慌が重なり撤退を余儀なくされた。ユスポフは同性愛の気があり、女装の趣味があったことでも知られているが、イリナとは50年以上にわたって幸福な結婚生活を送った。1967年に死去し、遺体はに埋葬された。夫を失ったイリナは悲しみに暮れ、3年後に死去した。 ユスポフの死後、彼の指摘文書や絵画、アーティファクトは、メキシコの彫刻家、ビクトル・コントレラスが所有している。コントレラスは1960年代に、美術学生として、パリで暮らしていた際に、ユポフと出会い、5年間ユスポフ家で暮らしていた。1928年にユスポフは、ラスプーチン暗殺の詳細を記した、解顧録を出版するが、ラスプーチンの娘、 マリア・ラス・プーチナは、ユスポフとドミトリーに対して80万ドルの損害賠償を求めて訴訟を起こし、マリアは、二人は殺人者であり、まともな人間ならば彼らが父を残忍なやり方で殺したことを知って驚愕するだろうと主張した。しかし、フランスの裁判所は、事件はロシアで起きた政治的殺人であり、フランス司法の権限は及ばないとして、マリアの訴えを棄却した。 1932年に、ロマノフ長とラスプーチン暗殺を描いた映画が公開されると、ユスポフは名誉毀損で制作会社 MGM を訴えた。映画ではラスプーチンに牢落されて、強姦被害を受けるナター社公が登場するが、ユスポフはナター社公妃はイリナをイメージしているとして損害賠償を要求した。ユスポフはを弁護士として雇い。 1934年に2万5000ドルの賠償金を得た。これ以降、アメリカの映画では実在する人物をモデルにした際に一定の配慮がなされるようになった。1965年には CBS が放送した番組がラスプーチン暗殺に関するエピソードが事実に基づいていないという理由で CBS に対して訴訟を起こしている。両者は 和解に至らず高等裁判所まで上告されたが、最終的には CBS が勝訴している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。